はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第306回でございます。今回テーマが受験合格を親に感謝するべきかというテーマで喋っていきます。でですね、今日はこんな感じのテンションで喋っていこうと思うんですが、というのも皆さんこのダラダラジオってどういうタイミングで聞いてらっしゃるんですかね。この前メールをいただきまして、なんかダラダラジオねすごい好きな方からメールいただいて、その方は寝る直前っていうか、 なんか寝ながら、寝落ちするみたいな、寝ながら違う聞きながらだ、聞きながら寝落ちするみたいな感じで言っていて、こう、まあ、自分ダラダラジオは毎回同じテンションでは特に喋ってなくてね、その時のテンションでよく喋るんですけど、こうおとなしめというかしっとり話してる時がやっぱりすごく寝心地がいいんで、またぜひみたいなね言われてたの で今回はこうなんていうのかな、しっとりした雰囲気で、わかんない、これがしっとりした雰囲気の喋り方になっているかどうかは皆さんの判断に任せるんですけど、今回はちょっとこんな感じの喋り方でいこうかなと思います。皆さんねちょっと好みとかあったら書いてください、コメント欄読ませてもらいますんでね。で、メインテーマ、その受験合格を親に感謝するべきかっていうところなんですが、まあ、これは、その当事者の今の受験生にも聞いてほしいですし、ぜひこれからね今後受験生になる方とか、まあ、自分みたいに過去に受験生だった方とかも、まあ、いろいろ意見をいただけたらなとは思うんですけど、まあ、受験が終わるじゃないですか、まあ、合格したってね、皆さんおめでとうございますっていう状態で、今すでに合格しましたっていう連絡たくさんいただいててね、本当に合格された方おめでとうございます、そしてお疲れ様でした。で、これは何人かにね相談をいただいたことなんですけど、どうしても感謝ができないと親にね、でそんな自分にへこんでる女子とかね男子とかねのがまあいるようで、で結論から言うと別に感謝しなきゃいけないとは思っておりません。というのもですね、塾講師をやる前までは感謝するものだと思ってました。というのもそれは親が子どもの受験をサポートするのが当たり前だと思っていたからです。まあなんだろう、ドラマとかでもよく描かれるような、受験をね一緒に悩み一緒に泣きでサポートする親っていうのが自分の中でも当たり前だと思ってたんですね。うちの親はそのなんて言うんだろう、教育にガンガン入ってくる親ではなくって、その勉強しなさいって言ったことも一度もないんですよね、言われたことが一度もないんです、うち親から。で別になんか成績を見てああだこうだ言うこともなくまあどっちかというと放任に近かったような印象なんですけど、でもだからといって無関心ではなかったし、自分もこうまあなんだろう、支えてもらったというかサポートしてもらったなというふうに思っているので、その面でもすごく感謝をしてるんですけど、だからそのイメージもあったしね、うん、ですけど、塾講師を始めてからそのイメージがこうガラッと変わりまして、うん、まあ塾に通わせてる親子さんなんでね、その基本的にはサポートをしたいというか、子どものために教育の面で支えたいと思ってる方が多いんですけど、まあそういう方だけじゃない、うーん、正直あなたのって言うと親御さんね、お父さんお母さん、あなたのその一言がどれだけ子どものモチベーションを下げてるか分かりますかっていうような方もいらっしゃるんですね、うん、でこの動画の活動をしてからもたくさんのね相談とかをいただいている中で、親にこういうことを言われましたとかいうのを聞いてると、ああ自分のこう思ってた親っていうのは一面性一つの面しか見てなかったんだなというのを痛感しまして、うん、そっから考えが変わったんですね。感謝、しなきゃいけないっていうことはないと。ただですね、ただです、まあ、感謝しなくてもいいと思いますという発言をさっきね結論として言ったんですけど、実は
それでも感謝した方がいいと思っております。非常にね、矛盾していることを言ってるのは重々承知なんですけど、これは自分のために感謝を伝えた方がいいというふうに思ってるんですね。で、これはもともと塾講師の時から、親に感謝を伝えろよっていうことは言ってたんですよ。まあその時はね、そういうあのなんだろうな、親に関するイメージが若干まだそこまで崩れてなかった時だったのでっていうのもあるんですけど、自分が一歩前に進むために感謝を伝えるべきだと思ってます。例えば、なんだろうな、こうひどい言葉を言われたりとか、親に、言われたりとかね、あんたなんか高校受かるわけないじゃないとかね、普通に言ってくるわけですよ、親が。その一言ってめちゃくちゃ傷つきますよね。その時に例えば反抗期真っ盛りでね、うせえなって思ったとしてもすごく傷つく、多分部屋に戻って一人になった瞬間にぐさぐさ刺さるんですよね。言われた一言を思い出して勉強しててもそれが脳によぎるというか、脳裏によぎるね。だけれども、まあ例えば、ね、洗濯はしてくれてるとか、まあ、家の面でね、ご飯は作ってくれているとかいうこともあるわけ で、あとはその感謝した方がいいのかなってどっかでこう気にしてる子っていうのはやっぱり根が優しいというか真面目というか、そういった面があるんだよね。本当にこう全部突っぱねられる 100%、 ああもういい知らん関係ないで思い切れる方だったらこんなこと思わなくていいんだけど、どっかで気にしてる方っていうのは、後になった時にね、例えばその時に受験終わって感謝を伝えた方がいいのか、でも感謝することじゃないよなっていうのを葛藤した結果、感謝を伝えないことを選ぶじゃないですか。おそらくですよ、別に統計取ったわけではないんですけど、おそらく、数年後経った時にあの時感謝を伝えておけばよかったなって思うんじゃないかなって思うんですよね。あの時伝えておけばよかったなって言われたことは生徒ないんですけど、その、塾講師やってその後もね、こう連絡を取ったりしてる子はいたの で、自分はね、自分の生徒に感謝を伝えるように言ってたから、まあいろいろね、親と問題あった子もいたけど、まああの時言ってよかったですみたいな感謝をね、そう気持ちはこもってなかったけど笑みたいな感じはあったけどさ、でもやっぱ言っといてよかったなっていうことは往々にしてあると思うんですよ。なので自分が後で引きずらないために言っておけばよかったなっていう、言っておけばよかったなってさ、過去に戻れないから言うことはできないんですよね。なのでそういった意味でも、言っておいた方がいいのかなと思います。自分のためにね、って言いたくないっていう思う気持ちも分かります。すごく、なんかいろんなこの状況をこの7年間で聞いてきたから余計なんですけど、ああこんな親御さんもいるのかとかね、あこういうことを言うのか我が子にとかね、もうあるわけで、はいと思う今日この頃でございます。でですね、まあこれ本編関係ないんですけど、今実は撮ってるのが午前3時に今ねちょうど撮っておりまして、お腹が空いておりますというのも今日投稿してる、受験対策でちょろっと喋ってるかもしれないんですけど、実は私今、断食をしておりまして、プチ断食なんですけどね、撮影したのが今日曜に日付が変わった午前3時だから前日の土曜日からですね、ちょっと固形物を取らないというのをやっておりまして、まあ、ちょっとそのなんでやってるかっていうのはまたおいおいね違う動画で、まあ、大したことじゃないんですけど、まあ、話そうと思うんですが、やっぱりね初めてやりましたけど、もうまだ1日ですよ、ね、丸1日食べてない状況なんですが、いやなかなかしんどいですね俺が多分忍耐力のなさのところもあるかもしれないんですが、一応月曜日、3日間丸3日というか2日半ぐらいね
っとやろうかなと思っているので、今日がピークですね。日曜この1日乗り切れば、まあまあまあ月曜になればね、一応月曜の夕食から戻そうと思っているので、月曜になればさ、今日の夕食が食べれるって思えるんだけど、この日曜はねちょっと頑張りどころなんで頑張ってみます。まあその断食してみて、プチ断食かしてみて、何を感じるのかなっていうのがすごく興味があってですね、まあ、そんなことも思いながらやっておりますので、ぜひ応援コメントまあこれ投稿してるの日曜の夜なんでね、あと月曜だけなんですけど、応援コメントお待ちしております。励みになりますきっとね。はい、ということで、今回はね、ダラダラジオは受験合格を親に感謝するべきかというテーマで喋らせていただきました。こちらのテンションはいかがだったでしょうか。まあ、いつもの方がいいよなんていう声もあるかもしれないんですが、ぜひ感想の方お待ちしております。ではまたね、次回来週何か喋っていきますので、よかったらそちらの方も聞いてみてください。では今回のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。